で、あの女性のお客さんなんか背が低いからね、この硬いシートクッション、もう潰れないクッションってあるんだよ、これ潰れないクッション、うん、これは関東地方のなんだっけ、ビバホームで、ビバホームのオリジナルのこのクッションっていうの、とにかく硬い、とにかく硬い、まあ、硬いと潰れないからね。で、四角い方が使いやすいね。丸いのもあるけどね、丸いのはやっぱりあまり評判良くないね、まあ、昔は丸いのを使ってたんだけどね、丸い硬いのね、あんまり背が低い人はこれに2段置くようになっちゃうね、こうやってね、こうやって置いて、こうやって置いてね、ここまで、うん、ここまで上げるかよっていうぐらいまで、このぐらいしないとやっぱり首が合わないよね。まあいろんなタイプあるけどね、こっちもこれでね、5センチぐらい高さあるからね、こっちの椅子はね、5センチぐらい高くなるからね、これはもうこっちはこう、ベッドに上げられるから椅子をね、ジャッキでね、これ全然低いよね、うん、これこのぐらいかな、もうちょっと低くていいかな、外れるってことはないね、これは滑るってことはないね、何かこことここが接触してるわけでもないの、古いよね、もう30年使ってっからね、ねえ、まあ、これ吸盤タイプのつけるけどね、うん、とりあえずくっついてるよね。とりあえずはくっついてるけど、うん、とりあえずくっついてるよね。だ濡れてるとき吸盤で貼ると剥がれちゃうよね。あんまり剥がれるようだったら両面テープで貼っちゃうね、両面テープで貼るっていうのもあるよね。で、こっちはもうやっぱり取りやすいよね。こっちはあまりくっついてないよね。シャンプークッションね、これ。なんだかんだ言って昔のさ、スポンジみたいのあったじゃない、スポンジ用のタオルみたいの、一回一回さ、お湯で絞って使うやつ、あれもなかなか使いやすかったよね。ちょっと、考えすぎて使いにくいっつうの、最近のは。もうちょっとこう長くしちゃえばいいのにね、ちょっと中途半端に小さい気がするんだよね。中途半端に小さい気がするんだよ。こっからこの辺まで、このぐらいね、働き合って、もうちょっとトップ薄、ここら辺薄くてもいいんじゃないかなと思うんだけど、なかなかしっくりしたのはないよ、はっきり言って。妥協だよ、妥協。なかなかしっかりしたのはない、妥協だよ。